皆さんこんばんは、ジマでございます。いつもですね、当チャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は Z6III、 こちらのカメラね、ニコンサル先行でご利用機会いただいておりますが、こちらのカメラで新たに加わった機能、イメージングレシピ、はて何のことでしょうね。また新しい横文字出てきましたわ。ご安心ください。似たようなね、イメージングレシピとか、クラウドピクチャーコントロールとか、クラウドニコンイメージングクラウドとか、あと何、フレキシブルカラーピクチャーコントロールとかね、なんかいろいろ出てるんですよ。あとカラーブレンダーいうのも今回出てきまして、もうごっちゃなりますよ。私も台本作ってて、これ合ってんのかなって若干不安になるぐらい、もう3回ぐらい読み直して、よし合ってるって、イラスト描いてやっと合ってるってなったぐらい、ちょっと似てることが多くて難しいんでね。今回この Z6 の3型で追加されているこのイメージングレシピ周りのですね、内容というものを改めて詳細で、まあ一応カタログとかにイラストと文字で書いてるんやけど、難しいんでね、今回私が動画で、まあ、言葉でお伝えできたらなと思います。で、この機能はですね、実はニコン Z6 の3が今回切り込み隊長というか、まあ、初めて搭載される、採用されるっていうところで、今のところこのカメラだけという表記です。まあ、今後増えていくとは思うんですけどね、他のカメラでも同じように使えんと意味がないからね。っていうところで Z6 の3型、いかがですか皆さん、どういった印象をお持ちですか。スチルもムービーもどちらも強い、まあカメラになるんですけど、そのスチル、ムービーどっちでも使えるのがこのイメージングレシピで、一つ作っておくとめっちゃ楽っていうところで、どういったものなのかっていうところをクラウドサービスなどもですね、経由して扱えるものになりますので、詳細をお伝えしていこうと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。画像を切り替えておりますね。はい、出てきました。イメージングレシピ、一つ目ですね。イメージングレシピってそもそもなんでっかいな。二つ目、ニコンイメージングクラウドってなんでっかいな。三つ目、フレキシブルピクチャーコントロールってなんでっかいな。この三つのなんでっかいなについてお話ししていきます。まず、イメージングレシピなんですけども、まあ、こちらにね、書いている憧れのクリエイターの表現を手に入れようっていうところで、いろんなね、クリエイターさんの、プリセットみたいなものがね、まあレシピですわ。イメージングレシピっていうものが掲載されているんですけども、著名なね、まあ、クリエイターさんが作った静止画とか、動画のですね、まあ、両方で使える、多彩なピクチャーコントロール、そうなんですよ、今までのピクチャーコントロールとか、ちょっと進んでいったらね、クリエイティブピクチャーコントロールってあったじゃないですか。デニムとかね、ピュアとかメランコリックとかね、ああいったピクチャーコントロールに加えて、 Z6 の3型、今回のこのカメラにはですね、新たにクラウドピクチャーコントロールっていうものが増えてるんですね。これ先日の Z6 の3型の全メニュー徹底解説って動画の中で、ピクチャーコントロールの項目の中の一番下にクラウドピクチャーコントロールってものが増えていますよって話をしたんです。これはですね、何かっていうと、まあ、イメージとしては他の人が使ってるプリセットをインストール、インポートって言った方がいいか、読み込ませてそれで撮ることができるよ、いわゆるニコンが用意しているピクチャーコントロールとクリエイティブピクチャーコントロールに加えて、誰々さんが作ったピクチャーコントロールをインポートして撮れるよっていうイメージがいいかなっていう感じでございます。なので、誰々さんの作風が好きで、その方がレシピ公開しているよ、レシピ出してくれているよっていう時に、このなんていうの、ピクチャーコントロールの延長で、ピクチャーコントロールでフラットモノクラム、ディープトーンとかリッチトーンポートレートとか使いつつ、クリエイティブピクチャーコントロールでデニムとかソンバーとかサンダー使って、でここは、クラウドピクチャーコントロールっていうもので誰々さんの作風に寄せようかみたいな使い方ができるようになってますよと。でもっと言うと、そんなん人が作った色なんてなんか嫌やわっていうね、方いらっしゃるでしょ。で方はですね、色自分で作ることができるんですよ。それが色を追い込みたい方向けですね。でサクッとプリセット的に使いたいっていう場合は、こういったね、写真家さんが作られている、プリセットみたいなものを当てて使うと。で自分で作りたかったらこれで作ってくださいねっていうところが、できるんですね。
で、ピクチャーコントロールとかクリエイティブピクチャーコントロールなので、まあ、似てる言葉やけど違うんです。あのピクチャーコントロールとスタンダードとかね、あの何モノクロームとかがありましたやん。でクリエイティブピクチャーコントロールだとモノクロームやけどカーボンとかね、ありましたね、別のね、ちょっと奥の方に進んでいくやつピクチャーコントロールの中で奥の方に進んでいったら急にあのフィルターみたいにボコって色が変わるやつあったでしょ、レッドとかあんなやつ、ああいったものがクリエイティブピクチャーコントロールなんです。それじゃあカバーできんかった。今まではまあカバーできんかったわけじゃないけどね、あのクリエイティブピクチャーコントロールで私デニムがきつかったら 30% ぐらいの適応度でどうでっかって話をしてたりしたじゃないですか。でそういったものではなくて、もう仕上がっている、こういったねいろんな写真家さんの、まあ色表現っていうものを使いたいと、なんていうの、リアルタイムラットっていうと別メーカーさんの言い方になるけど多分しっくり来ると思うんです。私自身もそういう表現のがしっくりくるかなと思って、他社メーカーさんの機能やけどね、ただリアルタイムラットみたいな概念で適用できる。なので撮った時に写真撮りました、パソコンに写します、自分が好きな色表現に当てて書き出すっていう工程が今まであったじゃないですか。それをもう撮った時に自分が後々使うであろう色表現のレシピを入れといたら、撮った JPEG の写真にもそれが載っちゃう、レシピ使って出たもう取って出しの JPEG がそのまま使える。なので今までももちろんあのニコンのね、あの取って出しの JPEG のねクオリティ上がったねっていうところで、画像処理エンジンエクスピードはまあ実際、まあ、5世代目とかぐらいからめちゃくちゃ綺麗になったな、まあ、4世代目も綺麗やけど人物含めてってなると5、6あたりからすごい良くなって、7世代目なんてもう最高ですやん。そういったものに対してまあ取っ手出しで使えるっていう表現を使ってたけど、でもやっぱり人によっちゃ色表現追い込みたいからっていうので、現像ソフトにね入れてたってところがあるんやけども、今回は現像ソフト側なので、これねあの NX スタジオなんかで作った色をそのままもう逆輸入すわ、カメラ側に入れちゃえと。でカメラ側で撮った時にもうこの、ブレンダーで作っている色を当てがっちゃったら JPEG がパソコンに映さんでもパソコンでやってたことがもうカメラ内でできますやんっていう話になってくるんです。なんやろ、あの理にかなってるよねっていう便利機能ですね。で手順としては、まあ、お気に入りの絵作りっていうものをレシピっていうのをニコンのイメージングクラウドっていうのがまたあるんですよ。ちょっと待ってね、どこ行った、あ、こっちイメージングクラウド、さっきとまた別ですよ。イメージングレシピはさっきの写真撮った時に当てるレシピですわ。でそのレシピを、まあ、管理というか、まあ、もうちょっと上の概念で使っていくのがこのイメージングクラウドなんですよ。クラウドの中のレシピみたいな感じで考えてもらったらいい。なのでクラウドっていうイメージングレシピっていう大きい括りがあって、でそのイメージングクラウドの中に画像転送とか、さっき一つ目でお伝えしたレシピっていうものがあったり、ファームウェアのバージョンアップがある。なので総合的にワークフローを、支えてくれるイメージングクラウド名前にとんねんもうイメージングクラウドっていうものがあると。でこれはお気に入りの絵作りの設定のレシピをね、この2番っていうか2つ目って言った方がいいな、こんがらがるな、2つ目の機能としてのイメージングレシピとしてイメージングクラウドから、Z6 の3型にまあその共有みたいな感じかな、インポートする感じで使えるようにすると。でそうしてくるとミラーレス一眼の特権って皆さん覚えてます？まあ、当たり前のようになっちゃってるか忘れてるかもしれんけど、レフ機使ってミラーレス使うと何が違うかっていうと、撮る時にもう結果わかる、これですよね。いやもう当たり前やんって言われるかもしれないですけど、レフ機と併用してる方やったらわかると思います。あの撮る時になんかもうすでに色仕上がってるし、露出もすぐわかるし、何これもうチートやん、簡単すぎへんっていうのがミラーレス一眼の特徴でしょ。これがもうレシピがこの状態で当たってるんです。だって言ったらピクチャーコントロールの延長やから、ピクチャーコントロール、クリエイティブピクチャーコントロール、クラウドピクチャーコントロール、まあ、延長なので、まあ、そういった形で撮るときにも当ててると。でそれがスチルでもムービーでも使えるからもうめっちゃ便利だよねっていうところでございます。でこれあくまで可能性の話やし、ニコンさんからダメよっていうね話がもしかしたら出るかもしれへんけど、分からへんけど、ライトルームってあるじゃないですか、現像ソフトのね。ライトルームのなんかプリセット的な位置づけ
で結構販売されてる方いるでしょう。私はこのプリセットで撮ってる、私の写真の雰囲気作風に寄せたかったこのプリセット、5万円で買ってねみたいな、よくあの写真家さんが出してらっしゃるでしょう。あれがこのレシピでクラウド経由でできるんちゃうかなと。もっと言うとクラウド経由のレシピを私風の作風を作りたかったらこれダウンロードしてねみたいなのを有料で販売する人も出てくるんちゃうかなって。ライトルームやったらいろんなメーカーのものにあてがうことができるけども、このニコンの、イメージングレシピ、イメージングクラウド内であればもうニコンユーザー、しかももっと言うと Z6 の3型、今やったら Z6 の3型しかあらへん。で今後他の Z シリーズも増えていったとしても基本 Z のシリーズになるのに、そんなにプリセット当てたとしても、言うたらかな、レシピ当てたとしてもギャップが生まれにくいっていうところもあるので、販売するしてくる人も出るんちゃうかなって個人的にちょっと思っておりますね。でいろいろね、私自身もレシピのね特設サイトみたいなものがあったので、ちょっと待ってくださいね、ページ移れるかな、こっちかな、このねあたりでいろいろ出てくるんですよ。これ特設サイトがニコンさんの Z6 の話の中に、これ今の話です。自分で作るんやったら NX スタディオでオリジナルに作ってクラウドにアップロードとか SD カードで入れて、まあ読みインポートする、読み込ませる、で Z6 の3で使えると。でここでいや自分で作るん手間めんどくさいって方はもうリスト、レシピリストみたいなのがあるんかな、なんかクックパッドみたいな感じで誰々さんのレシピみたいな感じあるやん、あの料理するサイトアプリケーションで、あ唐揚げ作ろうとか、なんか鶏肉胸肉が余ってるけどパサパサでなんかええ料理ないかなと思った時にいろんな人のレシピ見に行く、あの感覚でいろんな感じのレシピを選んで Z6 の3型に今インポートする。だからレシピってなんかネーミングニコンさんうまいと思いますわ。でイメージングクラウドはそれをもっと上の概念でワークフロー全体を効率化するものなんですけど、まあ、後日サービス、ね、提供開始っていう形で今はまだ使えないと。でこれレシピみたいな感じでいろいろね使えると。でこれのちさんのねやつやったかな、なんか瀬戸内ブルーいいなと思って、のちさんのコーナーやね、これなんか瀬戸内の、あこれ落ち着く青のニュアンス瀬戸内ブルーで描くノスタルジーやって、ノスタルジー何やったっけ、意味ちょっと忘れた。でもまあおしゃれなやつ瀬戸内、おしゃれな瀬戸内の色みたいな感じのやつを、怒られるなこんな表現したら、でもめっちゃええ感じの、あーおしゃれって感じのね、レシピがあったりするので、こういったものを例えばこの色はいいなって思ったら全体のそのクラウド、イメージングクラウドからレシピダウンロードして、Z6 の3型に入れたらもうこういった風に撮れる。なのでまあリッチトーンポートレートでもいいですよ、もちろん。なのでポートレート、リッチトーンポートレート使ってて、でももうちょっと違うニュアンスにしたいなと思った時に、他の方が使われているようなポートレートで、よく使われているようなプリセットだからレシピをダウンロードして入れるといいよっていうところがあるんで、いろいろねこういったところがあるので、自分の好きなプリセット、レシピレシピっていうものを入れてもらって、このねパステルノスタルジアとか、なんか富士フイルムのフィルムシミュレーションなんかがちょっとダブってくるというか、フィルムシミュレーションに近しい概念として、それがよりなんかみんなのそのノウハウが共有されていくような、もうメーカーさんが作った、ね、色表現じゃなくて、いろんなクリエイターが、私はこういうの作りました、私はこういうの使って撮ってます、私の色表現はこのレシピで撮ってますっていうのを、どんどん知識の共有みたいなもんで、どん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 進化していくんじゃないのかなっていうところがあります。でこういったところでいろんなね、人の、瀬戸内ブルーとか、ヴィンテージメローとかいろいろあるので、これ押してもらったりしてね、変わってるでしょ、映像で映ってる、大きくした分かる、分かるかな、これが多分カメラのままなんですよ、ニュートラル。だからピクチャーコントロール、クリエイティブじゃない普通のピクチャーコントロールのニュートラルを使ってる状態だから、ニコンのニュートラルで撮ったらこれ素材のままやね。で押していくとこうやって変わっていくよっていうところ、違い映像映ってるよね、あここ分かりやすいかな、これとこれ違い分かりますよね。こういった感じでどん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 、クリエイティブのピクチャーコントロール、クリエイティブじゃないねだっけイメージングレシピっていうものを入れてもうたらええよって話
でございます。これがまあ一つイメージングレシピっていうものですね。なんかイメージ伝わりました？大丈夫です。ピクチャーコントロールにいろんな作家さん、写真家さんが作った、私の色はこうですっていうレシピみたいなもんを、ダウンロードしとかして共有して自分のカメラの中に入れたら、その人と同じレシピ、同じ色表現で撮れますよ。だからピクチャーコントロールをみんながそれぞれ作っちゃうみたいな感じかな。でもしその他の人のやつはこのマンと私は自分で作って使うっていう方の場合は、もう自分でカラーブレンダーで追い込んでもらったらいいよって話になります。でカラーブレンダーの話とイメージングクラウドの話はこっちの方がいいかなって思うんやけど、これですね、クリエイティブを向上させワークフローを効率化するニコンイメージングクラウドニュー、これも新しいんですよ。でさらっと登場してるから、しかも名前似てるし何のこっちゃかようわからん、使ってみなわからんわって感じなんですけど、ニコンのクラウドサービス、ニコンイメージングクラウドっていうものはイメージとしたら、まあ、ワークフローを支援するもんやというふうな概念イメージですね。撮影後の工程を効率化してくれるものです。なので先ほどのイメージングレシピの提供もこのイメージングクラウドの中の一つの役割にもなってます。なので Z6 の3型ね、このカメラで撮った写真をゆっくり聞いてくださいね。カメラで撮りました、自動でアップロードしてくれる、さまざまなサードパーティー製クラウドにも共有可能。つまりは Z6 の3型で写真を撮ります、撮ります撮ったら、イメージングクラウドに画像が届いて、そこからまあ共有とかね、まあ、API 連携みたいなのが必要かもしれないんですけど、まあ、アカウント認証みたいなの絶対あると思うんで、そういったところからこういったサードパーティー製言うたら悪いけども外部の、画像を使う、まあ、Google ドライブであったりとか、Dropbox であったりとか、ここに Lightroom も書いてますねっていうところに、まあ、画像を送ってくれると、まあ、バックアップ的な役割っていうものができるという形になっております。まあ、これがイメージングクラウド、まあクラウドストレージみたいな感じの使い方になるんやったら、まあ、結構わかりやすいですよね。でもう一つこのイメージングクラウドの役割としては、イメージングのレシピはね、先ほどお伝えした通りいろんな人の作ってるレシピをイメージングクラウドを使ってカメラの中で、まあ、共有する感じでインポートする、もちろん SD カードとかに直接流し込んで物理的にね物理的にもインポートさせるって手もあるんですけど、イメージングレシピの、ね、共有であったり、もう一個はファームウェアのアップデートですね、バージョンアップ。まあ正直手間ですやん。ファームウェア更新されました、 SD とか CF エクスプレスに移して、でその時状況によっては回答しなあかんし、ビンファイル出してルートの方の、ディレクトの方に入れて読み込ませてアップデートさせるっていうね、慣れてたらいいんですけど、結構私も何回もご質問いただくし何回もご説明してるんですけど、やっぱね分からん難しいと思うわ。日常的に横文字使ってる人やったらね余裕かもしれへんけど、そうなってくると、このねイメージングクラウドを使ってると、あなたのカメラの最新ファームウェアこう登場したのでアップデートしましょうやっていう、まあ、通知が来て、その通知とか、まあ、メッセージ的なところが来て、じゃあアップデートお願いってすると、なんかね iPhone とかスマートフォンの OS 最新版のアップデートに近いようなイメージかな。まあ、その寝てる間に勝手にアップデートしてくれるってわけではないと思うけど、スマホみたいにね。なので一応最新ファームウェアのアップデートの通知が来た、アップデートしますかって画面に出るアップデートってするとちょっと何分か待ってください。なのでファームウェアを公式サイトからダウンロードして回答してビンファイル引っ張り出してルートディレクト入れて読み込ませるって、この工程をすっ飛ばして最新のファームウェアのアップデートが出ました、アップデートしますか、カメラにドンって感じで、その時にカメラの電源切れたらあかんから、スマホと一緒ですね、電池切れた、アップデート中に電池切れたらやばいから、電池切れへんように、まあなんかケーブルか繋いでもらって電池が常にマックスの状態みたいなところで、マックスじゃなくてもいいかもしれんけど外部電源がある状態でアップデートしてねっていうのがこのイメージングクラウドの役割なので、ワークフロー全体として撮影後の写真の外部ストレージへの連携であったりとか、イメージングレシピのインポートであったりとか、ファームウェアの更新
ていうところができますよと。なので言ってしまうと、パソコンがなくてもイメージングクラウドに入っとって、最新版のファームウェアが出て、外でね、使ってて1時とか2時に最新ファーム出ましたってニコンさんから出たら、まあ、コンセントさえあって、なんか外部充電できる状態であれば、もう Z6 の3型が外でも最新版にアップデートできるよっていうのがイメージングクラウドの、まあ、一つの役割かな。で、イメージングレシピはね、さっきお伝えした通り、なんていうの、イメージングクラウドの中の一つの機能として、こういった形で、なのでこれね、なんかこれピクチャーコントロールで選んでいく感じに、端っこの方にまあ追加されるような感じかな。撮影に使いたいレシピ選択みたいな、こういった形ですね。合ってるかな。はい。で、ニコンイメージングクラウドによる画像自動転送、この辺ですね。じゃあ3つ目、嘘、2番目どこ行ったんってなるかもしれないけど、1つ目、イメージングレシピの話しましたね。イメージングレシピは、これ。ね。ピクチャーコントロールの中にあるような、まあ、イメージングレシピです。フレキシブルのね。で、イメージングのね。もうわからんの手だ。で、2つ目がイメージングクラウド。クラウドサービス全体のものになりますと。これね。これ全体ね。クラウドストレージのものになります。で、3つ目はじゃあなんてなると、フレキシブルカラーピクチャーコントロールでこれです。これもニューです。なので、今回お伝えしているイメージングレシピ、イメージングクラウド、フレキシブルカラーピクチャーコントロールは全部ニューのものになります。ざっくり言うと、イメージングレシピを自分で作っちゃおうっていうタイプの人が、まあ、色表現沼にはまる機能でございます。なので、ここをこね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 これくり回して遊んじゃおうっていうのがフレキシブルカラーピクチャーコントロールです。ここの部分ですね。で、NX スタジオに新しく追加されているものになります。自分なりのピクチャーコントロールを作ってレシピっぽくカメラに入れちゃって露出さえも、なのでここでね、作っちゃってここでレシピ作ります自分でね。なんでさっきは誰かが作ったレシピをインポートしますって話だけど、今回は自分でここで色作ってレシピとして書き出しちゃって、でそれをカメラに入れて撮ろうよって話です。なのでカメラに入れちゃって露出さえバッチリすれば、ほんまに自分がこの NX スタジオなんかで色を追っかけてるところをカメラの中でできるようになっちゃうという形です。なので現像工程をもう撮影時に JPEG の書き出しの時にもやっちゃおうよっていう感覚なので、8色の色別に細かく調整できるより、これがね、カラーブレンダーのね、新しい部分なんですけど、カラーブレンダーであったりとか、ハイライト、中間色、シャドウとか、高精度な色調整ができるカラーグレーディングのところの機能も備わっているというものになります。なので、この私も台本を作る前に似たようなね、名前が多くて混乱しちゃったんですけど、まあ、結果から逆算すると意外と簡単です。まず、新たに、クリエイティブピクチャーコントロール、クラウド。大事なとこ。クラウドのピクチャーコントロールっていう、新しいピクチャーコントロールが登録できるようになったよってのが、まず一つですね。で、そのピクチャーコントロールを登録するときに、レシピを使うと、まあプリセットみたいなもんやけど、レシピっていうイメージングレシピみたいなものを使いますよと。で、そのイメージングレシピを人が作ってるものを、おしゃれなものがもうあるからね、それをインポートするだけであればもうそれで完了。ただ自分の中でちょっと色表現こだわりたいんですねって方は、これですね、フレキシブルのカラーのピクチャーコントロールってものを使って。で、ここ、NX スタジオの中でね、フラットの後に、バージョン17やったかな、一番新しい NX スタジオ更新してみてください。追加されてます、いますね。Z6 の3型4に出てないけどね。もう NX スタジオ先に出ちゃってるんやけど、フレキシブルカラーピクチャーコントロールってものがフラットとかのピクチャーコントロールのね、下とか上についてましたわ。で、その時にカラーブレンダーってものを使って色遊びを楽しみますよと。で、それをじゃあどうやって入れんのってなったら、物理的にピクチャーコントロール書き出してメモリーカードとかに入れてカメラに読み込むか、イメージングクラウドに、まあ、共有する形で同期させるみたいな感じですね。ただイメージングクラウドは今のところまだリリースされてないので、 Z6 の3型に関しては今のところメモリーカードから引っ張り出して突っ込むっていうのが、まあ、限界かなって感じでございますね。
まあそういうイメージです。大丈夫かな、伝わってるかな。こちらがですね、先ほど私も一番新しい NX スタディオにですねアップデートかけました。でアップデートかけた時にここなんですよ、このね、あのフラットの後に触れてるんです。フレキシブルカラーっていうのが触れてるんですよ。でこのフレキシブルカラーっていうものを押してもらって、いろいろ色こねこねして、自分の色はこれだって作って、まあ書き出すと。でその書き出したレシピをカメラ側に入れたら、言うたらいつもやったら写真撮ってきました、ここに写真インポートして並びます、でその中から自分の中でなんかいろいろ色こね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 して、自分の表現はこれやってやってたじゃないですか。そのステップをすっ飛ばすことができます。例えばもう先にここで色をフレキシブルカラーで作っちゃいます、それをカメラに入れちゃいます、撮ります、カメラで撮った時にフレキシブルカラーが当たってます、じゃあ JPEG そのままで自分がここでこねこねする必要なくもう出来上がっとるやんっていうのがこの全体の流れ。大丈夫ですか。イメージングクラウドっていうものがあって、イメージングクラウドの中にはファームウェアのアップデートとか、写真撮ったやつが他の外部ストレージと連携したりとか、でイメージングレシピの共有とかね、できたりすると。でそのイメージングレシピってなんじゃらほいってなったら、ピクチャーコントロールの中の延長の自分の好きなピクチャーコントロールが作れるよ。で作るときにはフレキシブルカラーピクチャーコントロールを使ってもらえるといいよって。でそういったのちょっとようわからんし、もうサクッとええ風にしたいねん、この人みたいな写真撮りたいねんっていうときは、著名なフォトグラファーの方が、まあ、共有してくれてると、それをまあプリセットみたいに引っ張ってきて、レシピっていう形で引っ張ってカメラ側に入れると、誰々さんと同じような写真が撮れるようになるよと。でそれをきっと売る人も出てくるんだろうなってのが、ここの私の今のところの予想。大丈夫かな。これが Z6 の3型の、まあ、機能面とかね、まあ、価格っていうところがすごくフォーカスされてるんですけど、新たなニコンのねその試みとして、こういった、まあ、機能も追加されてるよっていうのをお伝えさせていただきました。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また最近ね、この写真集ボリューム2も仕上がりました。ボリューム1もね、数多くの方にご予約いただいておりまして、ボリューム2もね、前倒し 2、3ヶ月ほど納期前倒しで、制作が完了して、完了というか、まあ第2項第3項なのでもうほぼ完了です。あとは大量印刷かけて文字の調整ぐらいする程度なので、もうほぼほぼ出来上がっております。自分の中のねお気に入り写真、72ページの中で80カットとか、ボリューム2は90カット入れております。それは組写真結構入れてるから、ボリューム2はなのでちょっとちっちゃくなってるけど、写真その代わり枚数が多い。でボリューム1はでっかい写真がドーンみたいな感じでございます。フルカラー7色印刷でね、一般的な印刷物が4色印刷のところをですね、いいカメラいいレンズ使うて印刷ケチってしもうてガビガビやったら意味あらへんやんというところで、印刷もかなりいいものをかけてコスト激高でやっておりますので、その分ね、まあ、満足できる仕上がりとなっております。あとオンラインサロンね、ジマチューブコミュニティ運営しております。カメラとか写真が好きなメンバーで、共有してね、いろいろこの Z6 の3型も含めて意見交換であったりとか、ご自身のねお写真、月にテーマ写真とか、今月の1枚みたいなお気に入りのね写真を自由に投稿していただいて、それに対して私なりにそのコメントフィードバックみたいなさせていただく、オンラインサロン限定の動画とかね、次に1本上げてたりもしますので、ぜひあの興味ある方はオンラインサロン横のつながりとかも楽しんでいただけますので、ご加入いただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。チャンネル登録は無料でできる応援なので、イメージングクラウドってそんなんやったんやと、カタログ見ただけやったらようわからんかったけど、ジマさんの話聞いたらちょっとしっくりきたわ、でも横文字多くて苦手やわとかね、ぜひあのそういった方は役立ちましたよというところで、チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。